はい、ウルトラジャンボラーメン販売は4倍食べれますかね。でも翔さんは何頼むんですか。あっち、あっち、お店も違うし、お店も違うし、同じお店かと思ったっけ。あいやでも美味しそう。はい、まんじゅうさんラーメン、まあいいや。そうか、早いな。はい、まんじゅうさん400円に1スタンプあります。つけてもらいます。これたまったら何になるの。あ、たまったら400円引き。やべ。で、キャラクターはメンコ、メンコ、メンコです。間違ってもまんじゅうさんだから。あ、いやいや、醤油醤油。あ、これ味噌味噌で。味噌だよ、味噌。こっち醤油だよ。なんか持ってきてくれるっていう。ああ、そういうこと。はい、醤油。そろお返しします。すげえ。すげえ。おお。ちょっと持ってみるわ。マジで持つの。あ、なに、厚底でもない。全部入ってるってこと。そう。ボタンです。すげえ。バイオ相撲取りになったみたい。うん。切り精進していきます。ボタンです。ボタンです。じゃあ食べますか。はい。じゃあビビる。僕のはお子様ラーメン。そうですね。比べたらね。重いよ。これ持てるかどうか結構。持たないんじゃない。重い。はいよ。じゃあいただきます。じゃあスープから。あ、優しい、なんかお野菜の優しい味がします。じゃあ麺で。麺もうまい。あ、これいけるかもしれない。もう心折れてます。だって変だよ。俺も変だよこれ。マンリージャンボラーメンいただきます。これは普通のフードコートに売ってる量じゃない。腹8分目確定。そう。8分目。物理的にこれがお腹の中に入るイメージがわからないですけど。食ってよ。まあ、うん、まあ、お昼は多いけど、うん、でも、うまい、うん、野菜の旨味が出てる、うん、うん、なっとくにないけど。特にない。うん、でも、うまい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 。いい。いや、ちょっと梅さんの食べてるとこ好きだって人いたら。いらないやつ。普通食べる。普通に。まだまだうまい。全然うまい。これはいけるかもしれない。うん。伸びるはもうないじゃないの。まだある。これは閉店まで時間いっぱい使います。どんぐらい食べるの。姫さん、なんかもうなくね。ぽい、何
透明じゃないから分かんないけど、うん、もう野菜しか残ってないじゃない。ないない。まだまだある。すごい、うまい。まだまだうまい。まだまだいっぱいある。まだまだ、あ、美味しい。半分はいったんじゃない。いったかな。、うん、はい、じゃあ、そこで皆さん、あれ、あ、やべ、もうすぎだ。やべ、もうすぎだ。生活はない、ない。なんか、あっちの方で見ましたよ。ずっとあっちの方で見たような気がする。足りる？ね、足りる？足りる、足りる。チャーハンとか頼まなくていいじゃん。足りる、足りる。足りる。鼻からなんか汗が出てくる。鼻から汗が出てくるんですけど、ちりかみない？ない。ない。美味しい。あっちの方行ったら甘かった。そう。マリュさん美味しいです。もう体が消費。うん。おふん。食事行くがもう。お腹いっぱい。おお、さすが横綱。さすが横綱。ごちそうです。おお。いいのか。まだ全然行ってないけど、皆さんにわんぱく食いを見せたいと思います。喉を取っていかない。え、なんちゃってワンパク。もうないよ。なんちゃわないよ。はい、横綱になった千秋です。誠心誠意頑張りたいと思います。いきます。重たい。重たい。もうなんかお水飲み今いっぱい。うわ、やばいやばい。落ちました。はい、お疲れ様です。ちょっと。やばい。はい、千秋さん携帯の千秋でした。ちょっと休ませて。皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。